申し込む。亡くなった有賀さつきさん、 SNS には2015涙ダッシュ17年に長い空白期が、女子アナブームの火付け役となった元フジテレビアナウンサーでタレントとしても活躍した有賀さつきさんが今年1月末52歳の若さで亡くなっていたことが5日分かった。有賀さんは公式ブログとツイッターで発信していたが、2015年から17年にかけて極めて長い空白期があった。公式ブログは2015年6月10日に美女たちの日曜日と題して投稿した後、17年2月13日にお久しぶりですと題して投稿するまで1年8ヶ月の空白があり、翌14日の投稿が最後になった。ツイッターは15年6月14日の投稿から17年8月24日の投稿まで2年2ヶ月の空白があり、ここから5本を投稿しているが、最後の投稿は4本目から5ヶ月近く間隔が空いた今年1月24日、商品宣伝のような投稿でアカウント乗っ取りを心配するコメントが寄せられている。有賀さんはココイチ涙ダッシュ2年激痩せが心配されており、フジテレビの先輩アナで現在は女優の山村美智が5日同局系とくだねに電話出演して、昨年7月にバラエティ番組で共演した際にカツラを着用していたことを明かしている。